皆さんこんこにちは非常識な教室経営コンンサルタント高橋孝子です本日のテーマは「あなたは何のために稼ぐのかと言われたら何と答えますか?」というお話をしてみたいと思います。えー、っとまあ稼ぐ目的っていうのはあの人によっていろいろあるし稼ぎたい金額っていうのも人によっていろいろあると思うんですよ。なのであのこのでこテーマっていうのは 今このタイトルを見た瞬間にえ、どうなんだろうってあの多分ね思っていやそんなのご飯食べるために決まってんじゃんっていうふうに思う人もいるかもしれないしもうちょっと深いところで一歩止まって何で私稼ぎたいんだろうっていうふうに思った方もいらっしゃるかもしれないんですよね。であの私のの答ええはははこの後ももちちろんんお伝えしてていくんですけれども今日はちょっっとノウハウハりっていうか 一歩立ち止まって、自分の仕事と自分の人生観、まあ、仕事観も含めてですけどね、それをこう俯瞰して見てみましょうっていう、まあ、そういうお話が今日のテーマになってます。はい、じゃあね、本題に入りたいと思います。えっと、私の答えを、ね、先に言いますね。何のために稼ぐのかって言われたら、私は使うために稼いでます。<laughs> これが答えなんです。当、ね、たり前じゃんとかっていう人もね、 いいるかももしれれないんですけれども、えー、と使うためっていうことはもちろんあの、まあ、老,老後っていう部分を考えてねある程度そこの資産運用的なものはやってますやってるけど基本的には使うために稼いでるっていう感じになりますじゃあ,あのどういうことに使ってるのって言ったら、えー、とまずその稼ぐことをお金をどういう順番でね使っていくかっていうと。 まず自分自分と家族のために使っていくっていうのが、まあ、一つ一番でいいと思うんですよなぜならばあの自分を自己犠牲にして誰かのためにお金を使うっていうのはそれはそれであの綺麗な話かもしれないんですけれども続続かかなないいんですよね続かない例えば自分が食べるものを食べないで倒れそうになって栄養失調になりそうになりながら、まあ、同じように倒れそうな人にそのね お金ををああげげるるとかご飯をあげるっていうのも、まあ、綺麗な物語ではあるんですけれども私が思うのに例えば、その時自分が倒れたらそれ以上の人を救えないじゃないですかだけれども自分がちゃんとご飯を食べてきちんと栄養があって元気な体で動いてその動いて自分をまず満たした後で誰かを助けるんだったら1人じゃなくて10人とか100人助けられるかもしれないじゃないですか。 だから同じ助けたいって言うんだったらまず自分の状態をよくするでその力をもってして一人だったかもしれないものを10人とか100人にする方がいいっていうのがう私の考え方ですだからあのこれ人によって違うと思いますよいやそんなことを言わないで人のために動くんだっていう人もいるかもしれないけど私はまずあの自分の家とかが。 貧しかった時に人をどうにかしたいなんて助けてあげたいなんて、これっぽっちも余裕がなかったですよ。だって、自分が食べるべきご飯とか、あの欲しいものとかが買えないっていう状態とか、あのやりたいことが全部できないっていう状態になってる時に誰かを助けたいなんていう。 あの余裕のある気持ちなんてこれっぽっちも出てこなかったですからね <laughs> なのでやっぱりね先に自分を満たす方が先で家族ですね同様にやっぱりかつ家族が一つの個の単位なのでその家族と、まあ、円満にという方変なんですけれども、まあ、身内ですしね、まあ、そこにやっぱお金も使っていくし えー、愛情も注ぐとか行動を返していくとかどれでもいいんですけど要は使ううううっってていいことをしようっていうのがまずその単位なんですよでそのさらに先には例えば自分の近しい人例えば私だったら私のクライアントさんとかでそのクライアントさんのクライアントさんに、えー、お金を使っていくっていうことになるのでそのお金の使い方がどういう使い方なのがいいなのかっていうのはその時々の内容と事情によって違います。 だから、あのー、稼ぐ部分はきちんと能力の対対価にししてしっかりお金をいただきます、ね、それで入ってきたお金をただ自分の欲望のためには別に使ってないですよ、あのー、還元をするっていうところで言うと例えば、えー、そういう皆さんの、ね、お楽しみの会の時とかにボーンとお金を出すとか、えー、そういう場を提供するところにお金を出すとか。 まあいろんな何かそういう違うところで、まあ、お楽しみの方に還元することが多いかな私の場合にはね。はい、なのでお仕事部分はしっかりお金をいただきますだけれども、えー、その人たちが良くなるための部分でこれはどうかなっていうものをプレゼントしてあげるとかっていう時にお金を使ったりとか。まあああととは私いいろいろとまああの 特に教室業の先生のための、まあ、コンサルタントをやっているので皆さんが困っている部分のプラットフォームですね仕組み作りですねあのこういう仕組みがあったらいいなっていう思い描いている仕組みがあるんですよだけどそれって多分個人の先生は作れないです例えばもしかしたら数千万かかるかもしれないから。 だけど私が稼いでその仕組みを作ってそれを利用すればその人ってすごく効率的に仕事ができたりするかもしれないしよりその人自身がもっと豊かに稼げる可能性があったりするじゃないですかだからそういう仕組み作りは稼いだ人が作るべきだと思っていてで私はだから稼ぐ人になろうと思って動いてるんですよね。であとは例えば、あのー、皆さんが えっとまあ、私は横浜とかなんで都内、まあ、とかこっちの方になっちゃうかもしれないんですけどサロンメンバーとかね近しい人たちが、えー、例えば、えー、料理のレッスンをね素敵な場所でやりたいとかそういうセミナーをやりたいとかっていう時のその会場になるような素敵な場所をまあわかんないです中古の戸建てなのか中古マンションなのかわかんないですけど買ってで私がどういう使い勝手なら。 いい使い勝手ができるだろうっていう皆さんが集う場を作りたいなというのはこれ昔からずっと思ってて自分分のの趣味みたいなのも半分ありますよ <laughs> あのインテリアコーディネーターだったからなんかそういう設計をしてみんなが喜ぶ場所を作ってそこを自由に使ってもらいながら集っていけるみたいな場所を作りたいなっていうのは思っているのでそういうことにお金を使いたいのでもしかしたら数千万から1億かかるかもしれないとか思ってるんですよね。 であと本とかも今、初見目書いてるんですけれども本って何がいい,いいかっていうとあの結構、まあ、それが電子書籍になれば、まあ、そうなのかもしれないんですけど普遍的な考え方あの単なる、廃れてしまうようなノウハウじゃなくて例えばツールの使い方って廃れちゃうノウハウじゃないですか。 フェイスブックの使い方とかそのサービス自体がなくなったら意味がなくなくっちゃいますよね。うん、まあ例えば昔ミクシーっていう仕組みとかありましたけどじゃそういうのがもう廃れちゃったらそういうノウハウって別にみんながそんなに知りたいと思わない時代と流れとともになくなっていくノウハウとあと根本的なビジネスに対する考え方とか、えー、何か困難に立ち向かう時の気持ちマインドとかそういったものっていうのは普遍的じゃないですか。 まあもしかしたらねあの50年後の未来私がいない時には変わっちゃってるかもしれないけれどもでもその人間の根源的な、えー、っと思想とかっていうのは例えばすごく有名な作家さんの本って100年とかだって語り継がれてそこにあったりするじゃないですかでそれがまたさらにその後世の人に思想的に影響を与えたりとかしますよねだから私本って結構好きなんですよ私が死死んんででももも誰かかを死んだ後でも救うかも 救うこととができるかかもしれない言葉とか思想ってすごいなんか、まあ、そ,うそうなるのか分かりませんよな,なったらいいなと思って書いてますけど例えばね私が死んだ後の50年後ぐらいに私の本とかが、まあ、こういう本はない電子書籍かもしれないけどあってその人の同じような状況をもしも救うことができたら私って死んでも役に立ってるじゃないですかみたいな感じって。 すすごく嬉しいなと思うんですよねだから後世の記憶と記録に残るような仕事をしたいなっていうふうに思うとそこにやっぱりお金を使っていいきたいんですよねだからといってめちゃめちゃこう自分は衣服も何もかも食事も削って頑張りましたっていうほど私そんなにできた人間じゃないので。<laughs> しっかり自分は自分で豊かに満たされて同じようにあなたもなれるよっていう道筋を見せてあげるっていうやり方がどうやら私には向いているのでそれで伝えるっていうことをしていきたいなと思っているんですよねだからあのー、ねでその後近しい人を幸せにするためにお金を使って。 でさらにもっとそれがお金が循環するとあの広くもっといろんな人を助けてあげることができるだから私お金は稼ぐんだけど執着はねそんなにしてないんですよ、まあ、これ誰か投資家の人にも言われたんだけど私あの投資とかもやってるんですけども最悪ゼロになってもいいやっていう額を結構な額をボンボン使っています。 あのゼロにならない方がいいですよ、なんない方がいいけど、まああのいい、いいやと思いながらやっているから、逆にだから変なしがみつきとかがない分、あの資産を増やしたりとか、あとはなんか、まあ、引き上げのタイミングとか、なんか勘で感じるんですよね、世界情勢とか見てるとで、ちょっと一旦引き上げるっていう時とかもあったりはするんですね、あのリスクが大きいようなものとか。 だけどそうじゃないものはなんかそのまんまどん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 積んでいってっていうことがあのできたりとかするのはお金にそこまでで執着がないからですね、はい、あった方がいいけど、あのー、しがみつくといろいろなものが歪んだりとか人間関係とかも歪んだりとかあとなんか変なうまい話に騙される人って、あのー、お金に執着が ありすぎる人かお金に執着がなさすぎる人か無頓着って言い方変,変かな。うんっていう人はやっぱりね。先っぽい人が寄ってきますね。はい。だから、あのお金にはそのしがみつく執着はない。だから気持ちよく使うっていうイメージで。私はお金を使ってるので、この額が年々ね。大きくなってってるんですよ。 でそれに合わせて授業も大きくなっていってるので、はい、あのお金を使う時には、まあ、感謝の心を忘れずにやっぱり還元するっていうあのニュアンスで使っていくのがいいなと思ってるんですよね。で見返りをすごく求めながらお金使う人がいるんですけれどもあのそこはねあんまり考えない方がいいです。あのお金出す時には気持ちちよく使っちゃっゃて なんか思いがけず見返りが違う形で帰ってきた時にはああの時のそれかっていうふうに驚くぐらいな感じでよくて使っちゃったことは忘れるぐらいの感じがいいんですよね。これ女性に多いんですけど私、あの時ああしてあげたのにとかあの人こうやって答えてくれないとか言うと下心があってお金使っていることになりますよね、まあ、これ男の人もそういう人いるのかもしれないですけどでそうすると、それって執着とほぼ変わらないんで執着とあと、 手放しっていうのがセットになっててそれを要は放出するんだけどはいそうでしたっていうことすら忘れると巡り巡ってなんか帰ってくる時とかって結構多いんですよねだからその感覚が分かるようになるためには自分がまず満たされないと難しいと思うんですよだから火線機体額もその人が その世の中ないしは人生の中でやるべき使命の大きさとかやるべきことによって多分違ったりとかはするんですけれどもあの私の場合には多分そんなにこうなんていうのかなあの若い頃18ぐらいの時にねあの死にかけたことがあるので病気じゃないですよ殺されかけたっていうだけなんだけどあのそ,うそういうのが自己的にあったので。 死、えー、人っていつでも死ぬんだなっていうのが分かっている状態で生きているのでだから生きている間にできることはやるだからその、えー、願いを叶えるために資金が必要だったらやっぱりそれは早く手元にあった方がいいよねって思って動いているから私の答えは何のために稼ぐのかって言われたら使うために稼いでますだからそのめっちゃ残してとかっていうところがねあんま考えてないですね うん、ただ、残すんだったら本とかそういう言葉とか思想とかは残したいので、まあ、テーマとしては特に50代なんてからのテーマは教育になりますね頭の中にある知識とか経験とか技能を全部、下の世代の未来の世代にどれだけ落としていけるかっていうのがうん多分、私の今の大きな使命なんで、まあ、だから、コンサルタントやってますけどコンサルタント養成講座のメンバーとかを今、育てているのは。 あのー、私が、ね、いなくなってもその思想を持っててくれてでさらにその人たちがその下の人を育ててくれれば幸せになるであろう教室の先生が増えるであろうとから、まあ、教育に力をかけていくっていうのがやっぱり5060の、あのー、ここ20年の、ね、私の大きな目標で、まあ、そのためにお金を使っていくっていうのが私の指針として決まっているので、まあ、そんな感じで、ね、考えてますよっていうお話を。 させていたただきましたなのであなたが稼ぐ理由っていうのはあのいろんな理由があってもいいとは思うんですけれどもあのまずはね満たされてない人は自分満たしていいですよそこ罪悪感持たないで稼いだ方がいいお金はないとあの動けないからでもそれが目的にはなってはいけないっていうことなんですよ。そののの先ににに何を見ているのか人生においてててうううていいいいいいるかか人生生おどううううふききたいのかっていうことも含めて あの楽しく稼いで楽しく使うっていうのがいいんじゃないのかなっていうふうに思っているので、はい、あのそんなお話を今日はしてみましたということでまとめたいと思います、えー、あなたは何のために稼ぐのかと言われたら何と答えますか、はい、私の答えは使うためそしてその使うためのものは後世の人に役に立つことに使いたいでも自分が満たされるのが先っていう順番を間違えない っていうことが今日のまとめになりますということでぜひ皆さんどんな風に稼ぎたいのかっていうのもね考えてみていただけたらと思いますそれでは